えー、お疲れ様でございます。不況が全然終わることのない日本経済なんですけども、今から遡ること35年前、世界の時価総額企業ランキングの一覧をね、出してるんですけども、1位から10位まで。ご覧ください。どうですか、これ。名だたる企業の世界ランキングが1位から9位まで、日本の銀行でね、埋め尽くされてますね。 まあ6位が IBM アメリカとかね、8位がエクソンアメリカとか、それから10位,10位ですか、イギリスのロイヤルダッチシェルっていうのにまあ入られてますけども、1位の NTT から日本勧業銀行とかね、住友銀行、富士銀行とか、軒、ま、並、あ、み日本の金融系銀行がトップを占めてるわけなんですよ。まあ、つまり、 ジャパンズナンバーワンと言われて日本が相当な金持ちだった時代ですそこから失われた30年日航123便、まあ、そういった事件などが始まって日本経済はまたしても貶としめられるわけですよね今では考えにくいことですけども当時はジャパンズナンバーワンと言われていて、まあ、日本の企業がねアメリカの企業を買収したりとかそれから世界中に 日本国民がが出かかけて行って、いいいっそそここでいわゆる爆買いみたたなととをしたりりね、そういう時代がありました。まあ私たちから見るととってもいい時代だなと思えたわけですけども世界から見ると日本人は金に物を言わして発したないとかねうーん、まあ今に転落するぞみたいなねまあそういうふうに妬まれた時代ではありましたちょっと前の私たちから見て中国の爆買いに対して嫌悪感を持ったようなそんなものと重なるんじゃないですか はい。で、ちなみになんですけども、今現在のランキング、35年経って上から下まで並べてみましたけども、日本企業一社も入ってません。ちなみにトップ100社の中に、一社だけ日本企業、トヨタってものがありますね。いや、なんだかね、トップ10のうち9社がアメリカの企業になってるわけですよ。やっぱアメリカってすごいですね。いろんなところから手を回して、自分たちでトップを取れなければ、 若い目を積んだりとかねライバルを蹴落としてで他者を弱しめて自分が上に立つみたいな形を今でも取ってるわけですよね、まあ、こんな形で2つのランキングを重ねてみたんですけども1989年代のバブル時と現在の類似点ってものはないのかなと思った時にうーんちょっと似てる面っていうのはねいくつかあるんじゃないかなと思うんですよトップの大部分を1つの国の企業が埋め尽くしている っていう状態ですね今アメリカがほとんどトップ10を占めてますけども以前は日本でしたよねで1989年っていうのは何でバブルができたかっていうとメガバンク系がかなりねお金を貸していてその回収をしながら貸し出し金額をすごく増やしていたつまりそこで信用創造マネクレーションが起きていたってことなんだと思うんですよ資本主義経済の中で 誰かが貸すからもしくは借りるからお金が生まれるっていうね、そんな仕組みもあります。つまり、借金をしなければお金は増えないってことなんですよ。で、今、積極的に借金を吸い取ってすごく減りましたんで、それは日本国内の投資も需要も供給もどんどん先細りしていくよねってことなんですよね。で、バブルの崩壊直前には銀行業界ってのが時価総額の40%を占めていた。 先ほどの図ですよこんな形になっていますけども現在どうでしょうかねこちらの方に年表を移すとなんかハイテク株が多いでしょう現在は IT 企業が時価総額の30%を占めている状態なんですよで IT 業界っていうのは少ない原資で多くの利益を市場から集めますつまり企業が借金をしなくてもいい状態なんですよまあこれではねなかなか銀行が活気づかないかなと思います で共通点としては、一部の業界のみが株式市場をけん引してるっていうところなんじゃないかなと思うんですよ、だから、そのマーケットが潰れたときに、まあ、バブル崩壊が起きるみたいな感じになるんじゃないかなと、以前は銀行が破綻したから、日本経済は冷え込んだっていうところがありました、じゃあ、なんで銀行が破綻したかというと、お金を貸させないような政策を国が取ったからなんですよ、本当に愚かなことをしましたよね。 で今はお金をそれほどまで借りなくてもこういったトップが取れる企業が並ぶってことになりますまあ市場からお金を集めるわけですからこれは財政出動がほとんど起きないつまりマネークレーションが起きない状態でのえー、企業の台頭ですよね、まあ、つまり二極化が進むってことなんですよ限られたマーケットの中で誰かがお金を集めるってことはそこにお金を奪われる人がいるってことですからね以前みたいに お金を奪われる先が国の財政出動ならば何ら問題がないわけですよ。国民同士でお金を取り合わなくていいわけですからね。このように一つの国の一つの業界に世界の株式市場が依存している状態。ね。これはちょっと危険なんじゃないかなというふうに考えられるわけです。まあ、今回は以上ですかね。